あ、いるわ、三島平八。進路に US ストラクトム、元スターズにサブとか、揃いにも揃ってずかずかと上がり込んでくるとは、礼儀知らずにも骨があるぞ。そんなの承知の上じゃ。あんたが国際テロ組織ヘリオスに軍事支援をしているという情報が入った。よって国家反逆罪及びヘリオスの重要参考人として身柄を拘束する。国家反逆罪？アメリカの犬が日本の方を語るな。国際テロ組織ヘリオス、貴様らはそうかもしれんが、わしにとっては金のなる木だ。暗殺、破壊工作、無差別テロ、そんな奴らを金のなる木だと。奴らは何の罪を持たない人々の命を奪い、思い出や夢を壊す。今までどれだけのものが奴らに奪われたかって分かってんのかよ。すごい情熱的だ、シン。シンって結構さ、正義感に目覚めてるよな。なんか俺勘違いしてたわ。なんか勝手に鬱になる、あー俺もうダメだみたいな奴だと思ってたけど、見直したぞシン。そんな奴らに加担するあんたも、お前たちなんかがいるから世界は。おいシン、グワ。口の減らぬガキが、年上に対しての礼儀というのを親に教わらなかったのか。こんなたばきに育ってしまい、親も大層悲しかろう。なんだと。いや、もし親の方が相当な方だったか。ヘリオスとシンの両親はなんか、親の仇とか言ってたから、なんか関係はありそうなんだよね。ヘリオスに親が殺されたとかなんだろう、シンは多分。お前落ち着けシン。そうよ、落ち着きなさいシン。てか、お主が人の親のこと言える立場か。息子や孫にまで命狙われとるじゃろ。そうなんだよね。平八、信じられないぐらい、息子と孫に嫌われてるからな、平八。やかましいわ。とにかく、あなたは世界にとっても危険な存在なの。抵抗するなら力ずくにでも。ほう、力ずくにでも、か。わしの実力を知っていながらもその言葉を発するというのは、挑戦と捉えてよいかの。実は大事な客が来ておるのじゃが、まだここにたどり着かんから暇をしておったのじゃ。少し貴様らでウォーミングアップ団でも行こうかな。ウォーミングアップになるかな。あっけなく殺しちゃいそうなんだが、やはりやるしかないか。みんな行くぞ。マジか。わしを敵に回すとは愚かな。ちょっと待て、みんなって言ってんのにブルース金にしてくれろ。待て、ブルースがいないんだが。おいおい、なんで二人なんだ。俺やったか。俺やったのではないか。これ TP も回復してないし、これやばいぜ。ちょっとオレンジグミ使おう。それぞれがオレンジグミ使ってくれ。一旦オレンジグミ使ってくれ。少しは温存しないとな。やばい、これてっきり勝手にブルースは出るもんだと思ってた。これ手動でいじんなきゃダメだったか、もしかして。 TP あんま回復しねえしな、オレンジグミ。回復すると思ったら、あ、ヒールがある。ヒール今いるか、いるかいるか。ヒール使っとくか一旦。ヒール。やばい、これやられるかも。ちょっと待って、平八めっちゃ強いんですけど。やばいやばいです、やばいでやんす。どうする。一旦アクアジスト使おう。一旦アクアジスト。少しは温存しないとな。シン、もうちょっとで必殺技頼むから、それまでの辛抱だ。オッケーオッケー。もう一回ゴールド使おう。でシンはもう攻撃、シンはもう攻撃しろ。ひたすら攻撃だ、おめえは。やばい、こいつめっちゃ強い。これなんとかなるか。アクアジストで、いや、まあなんとかなりそうか。よし、避けたシン、アスカ避けたぜ今の攻撃。ナイスだ。もう攻撃連打でいいわ。潰すわ。必殺技溜まるまで頑張れ。必殺技溜まったらこっちのもんだ多分。いけ、やばい、必殺技か、これ。いい、怖い。これもうさ、レイジ回復させた方がいいよな。無理するな、無理するな、おめえは。攻撃に専念してくれ。よしよし、はいはいはい、攻撃しまくれ。潰せ。ダメ、雷神剣めっちゃ強いのよ。あ、ただまた戦争がしたいのか。お前ら全然分かってないな。本当の狙いはこれだったのだよ。アクアジストで使おう。でもうガンダム、デスティニーガンダム行け。すいません。よし、なんとか
うまくいったみたいだ。で、アリス、レイジアもやばいから、回復させよう。アクアジストで、一旦回復しよう。無理はするな、アリス、レイジ。やべえ、つえ。やばい、信じられないんだけど、やばい、超強いんだけど。アクアジスト、ちょっと待って、アクアジストじゃねえな。こいつは攻撃でいいわ。自分自身でシンアスカは回復してくれ。少しは温存しないとな。温存してくれ。よしよし。平八が通常攻撃した時がチャンスだな。攻撃の狙い目だ。やばい。待て、必殺技すんのこいつ。おいおい、それありかよ。いやたまいもないの。分かってはいたがやはり強い。所詮はまだ秋葉氏に挑戦するにはまだ100年早かったの。貴様らはここで地獄に落ちるのよ。死ね。ん、地獄に落ちるのは貴様だ、三島平八。清ったか、陣よ。陣が出てきたぞ。三島平八、貴様の背負った罪は重いぞ。三島平八の孫ですね、風間陣。今まで散々悪事を行った挙句、まだ懲りずに手を染めていたか。どこで聞いたかは知らんが、貴様にとってはそんなことどうでもよいのではないのか。ああ、そうだ。悪事から手を退いたとしても、俺は貴様を通し三島家を滅ぼす。ちょうど一人片付けたところだ。そいつの代わりに相手になってやろう。何？マジか。ちょっと風間陣を使えるのか、ここで。頼むぜ、陣。だから二人だったんだぞ。実質三人だもんな、これだったら。よし、風間陣、お前何ができる？おいおいおい、風間流呼吸術と風間流五連撃があるぞ。五連撃使わせてろ。よし。陣、必殺技貯めろ。全力で止めろ。貯めろ。アリス、レイジは必殺技、もうちょっとで貯まるからな。五連撃使いまくれ。頼む、陣。お前しかいねえ。この状況打破できんのは。やばいやばい、アップね。ちょっとアリス、レイジ回復してもらおうか。アクアジストでジンのこと。ジンは相当強いはずだから。あ、やべ、まず呼吸術ってない。回復でした、やばいやばい。やばい、無駄に回復させちゃった。ごめんごめんごめん、マジでごめん。やべえ、無駄に回復させちゃった、ごめん。レイジ、お前今から回復担当だ。お前は何もするな。ジン、お前に全部を託すわ。行け。よし、これで必殺技ゲージが徐々に溜まってくれれば、これもう五連撃当てまくるしかないでしょ。いけいけ、うえい、無事け。レイジ必殺技打つかって、なんか打ったらさ、ジンの必殺技見れなさそうじゃんだよね。まあでも打ってもいっか。アクアジストでジンは回復、自分一応回復しとこう。オッケー。いけ！神羅万象！やべ、声重なっちゃった。あー、でも倒せないか。やりおる、こいつ。やっぱジンしかいねえわ。この状況打破できるのはジンしかいない。ジン頼む。やばい！これはまずい！頼む。ジンだ！ダメだ、ジン死ぬ。おい、ジンのゲージ溜めてたんだよ、お前さ。いい加減にしろよ。いや、殺すならせめてレイジにしてくれ。ああ、わかんないだわ、ちょっと。はあ、もう、ショックだわ、マジで。ああ、俺の今までが。なんでそういうことすんの、マジで。やばい、またそれだ。よし、レイジだ。よかったよかったよかった。よくはねえけど、全然よくはねえけど、よくはねえわ、全然よくねえわ。待って、ライフボトル読み返すよ。使ってくれ、レイジ使ってくれ。やばい、でも体力すげえな、やっぱり。すげえ減るわ。アクアジストねえもんな。で、
レージンもアクアディスト自分自身で使うか。オッケーオッケー。あれ待って、ジン使ってねえじゃん。え、どうしようこれ。マカディスト使うか。じゃあジンが自分自身で。オッケー、これ潰そう。やばい、なんかミスったな。あ、よかったよかった、使ってる使ってる。で、これで風間流5連撃をもう一回使おう。あ、倒した。勝利に浮かれるつもりはない。あ、倒したけどな。俺さ、鉄拳シリーズで一番ジンが好きなんだよ。風間ジンの必殺技見たかったのに。コアッパどもが。勝負あったな、三島平八。ジン、お主どうやってこのビルに入ってきた。正面入り口からだ。警備どもを倒しながら階段を使って上がってきた。するとあの時警報ブザーが鳴ったのはお前が堂々と踏み込んできたからか。とんだ想定外の出来事だな。こそこそと忍び込むのはあまり性に合わないか。なはははは、さすがわしの孫よ。貴様、それを言うな。貴様もこれで勝ったと思うとは案外不甲斐ないやつじゃの。いつまで減らず口を。ほんと減らず口の立たないやつだな。誰こいつ。貴様いつからそこに。あ、スネ吉。あれだけ激しい戦闘してたんだよ、気づかなくて当然です。これ多分あれだろ、スネ夫のお兄ちゃんとかだろ。そっくりすぎるもん。しかしあのままくたばってくれればこちらとしても楽できたんだけどね。貴様何が言いたい。我々ヘリオスはもうあなたを必要としていないということです。なんじゃと。ヘリオス、今ヘリオスと言ったな。もう三島財閥の軍事支援は必要ない。欲しいものは全て揃った。提供者である三島八は口封じのために結成。これが総帥のお言葉です。ちょうど厄介な人たちもいるということで一緒に死んでもらいます。まさかこんなところでヘリオスの人間に出会えるとはな。こいつを取り押さえれば万事解決ってことか。無様だな三島平八。黙れ。貴様一人でわしらを殺すとな、なかなか面白いギャグではないか。俺がやるわけじゃないさ。なんだあれば箱。貴様、実戦データを取るにはちょうどいい相手だな。でもまだ試作品。よくある事故を避けるため俺はこの辺で失礼します。ん、爆発させるってこと。え、なんだこの化け物ども。まさか幻想界のモンスターか。こいつらバイオハザードに出てきたあいつらだろ。まったくよ。これ通常攻撃でいけるか。どんぐらい強いかわかんねえもんな。ただここでならジンの必殺技をひょっとしたら見れるかもしれない。俺はそれにかけてる。頑張れ頑張れ、みんな頑張ってくれ。なるべくこいつらを倒さないようにしてくれ。うまい感じで分散させて。そうそうそう、よし、ゲージが溜まっていく、ゲージが溜まっていく感覚。やばい。おい、ジン、また狙われたんですけど。あー、うぜー、なんでこいつ、もううざいんだけど、本当に。なんかもう、ジンの一冊を見させない委員会が働いているとしか考えられない。いや、もう、元内だわ、ちょっと。やばい。結果は頂上の至りという。倒しはしたけどさ。やったのか。ああ、完全に絶命した。それにしてもヘリオスの奴らはもう BOW を投入してくるとは。恐るべき科学力ね。人が人を殺すために作られた生物か。物質界もなかなか恐ろしい世界じゃの。いない。ほえ？平八がいない。あ、本当だ。ちょっと待って、この部屋の出口は私たちの後ろにある入り口しかないわ。これだけの人数で陣取ってるから誰か気づくはずよ。おい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 、まさかとは思うが、あの窓見てみろ。そんな。ここは40階だぞ。あの男、まさか自殺。いや、あのじいさんなら余裕で生きてると思う。逃がさんぞ三島平八。ちょ、お主何してんの。わらわら、あの人たち本当に人間なの。多分な。のんきになってる場合じゃないぞ。ヘリオスの重要参考人が逃亡したんだ。あいつを逃がしたら奴らのあいつとやいろいろなことが知れなくなる。仕方ないの。とりあえずこのことを本部に報告して応援を呼ぶしかないの。ネジ、一度六本木本部に戻るぞ。作戦は終了じゃ。は、何言ってんだよ。まだ遠くには行ってないやつだ。今すぐにでも。いや、わしは言う通り、本部に戻って次の指令を待った方がいい。
アリスさん。そう、せかすな、シン。シンラスタッフが大勢で捜索してくれるさ。あいつから聞き出せば、今すぐにでも本拠地を叩けるんだ。こちらシン、ミネルヴァ、フォースシルエット。なんか勝手に動いてないシン。こちらミネルヴァ、フォースシルエットの転送はできません。なんでだよ。インパルスの長時間飛行はまだ完璧な保証がありません。それにあなたには自己決定権はありません。指示に従って行動しなさい。そんな艦長。ほれほれ、分かったらさっさと帰るぞ。チクショー。いや、相当恨んでんだな、ヘリオスのことを。シン、俺はこの時を待っていた。この奥義を貯めるためだけにこんなに貯めてたんだ。来たぞ、俺の時代が来た。これ決めます。アクアジスト使って風間陣に、で風間陣の奥義、来たー。これをわざわざ見せたくてわざわざやり直しました。よーし、あとはあとはこいつを絶望に追い込むだけだ。やってやるぜ。倒しました。はい、ということでね、風間陣の必殺技を見たところで、東京都の一区の町、六本木にある神羅本部入りましょう。あ、これでね、すがすがしい気持ちで次の舞台に行きます。